もこんばんは、ゆうくです。やったこれ、来た、よし、はい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 、おはようございます、こんばんは。おはようございますじゃないやな。平川裕二でございます。はい、どうも、バンちゃんでございます。バンちゃんって言っちゃったよ。バンケでございます。はい、はい、ちょ、 BGM 確認しますね。平川裕二と、はい、バンケの今夜はいかがは、はい、ムダムダで始まりました。今夜も息ぴったりです。皆さん今夜いかがお過ごしでしょうか。おめで、脳が動いてないです。わかる。あれ、なんぼや、現在27時間起きでございます。27時間起きてんの。起きてる、やば。昨日の早出で、早出から起きてくる。やば。まあね、こんな、そんなこんなで7月も中盤に なりましたね。ほんとですわ。暑い日は続いてますが、皆さん体調いかがお過ごしでしょうか。ほんとすごいことですよ。もう暑かったり雨降りよったり、まあ温度の差も激しい。この雨って今なんなん、わからん。梅雨、わからんの。俺梅雨やと思うんやけどね。結局だって前線来てんだろ。だから梅雨ってこの間来たっつってたけど、梅雨全然雨降らへんだもんな。そうそう、ほんで梅雨明けた言うたら、なんか雨またダー降り出して、で天気図見たら前線あるやん。前線あるやん。ガリトクユージ TV セカンドならぬ、あれやね、梅雨セカンドやね。梅雨セカンド、今一瞬頭の中はってなったんやけど、ごめん、ちょっと頭が全然はってなったんやけど、割とうまいこと言ったのに、なんか滑ったみたいなこと言ってくれる。いや、意外とな、今うまいこと言えてんねん。そうだ、意外と言えてるで、うまいことこれ。ほんまに、ちょっと後でアーカイブで見るわ。滑ったみたいな空気出すのやめてくれ。アーカイブで見るわ。まあそんなこんなでね、始まったダリトク UGB、今夜はいかがですが、皆様ね、聞いていただいている方はなかなか少ないと思いますが、毎週土曜日9時からやってますのでね、はい、しなくても基本的にはやらないって言わない日以外はやりますんで、そうね、はい、見に来ていただけたらと思います。はい、いや、どうよ、7月。まあ、いろいろあったな。ほう。おう。と言いますね。いろいろあったけど、いろいろあったな。まずね、何から話そうかな。おう、そんなに結構今日は引き出しあるんや。引き出しっていうかね、まあ、その、まあ、大層な話でもないんだけど、大層な話でもないものがちょこちょこあるっていう。はいはい。まずね、一個目が、先週、はい、まあ、配信した、土曜日に、こっち豪雨降りまして。なんで豪雨降りまして。豪雨、あれ豪雨ふ、あれなんて言うの、豪雨降ったっていうの。豪雨が起こってじゃない。豪雨が起こってなの、あれ。豪雨が難しいな。日本語難しいな。でも日本語難しいやろ。豪雨っていうのはもう豪雨やからさ。そうね。豪雨が起こった。でも雨が降るだから。うん。豪雨が降る。雨のレベルアップが豪雨じゃない。豪雨が降るって合ってるか、そう言われたら。かなって思ったんやけど、だから自分でも分からなくて。そうそう、豪雨が降った。豪雨が降りまして。で、それがまた、とてつもない雨で。ほう。これちょうどね、動画があるんですよ。多分動画見れるかな。あ、動画出せんの。多分出せると思うよ。ちょっと待ってね。はい、いっぺん、どこかな。どっかメディアねえかな。メディア。あ、あったあった。これ。いや、撮影したやつね。そう。ちょい待ちね。これ音うるさ、音うるさかったらごめんね。配信もめちゃ鼻水で。嘘だろ。どうした？鼻垂れ、鼻
ただ垂れながらラジオしてました今。風か何かか。弱らん。クーラー、ダイレクトに当たってるからかな。ああ、なるほど。うん。はい、画像じゃあ出していただいて。これで出てこればえんやけど。すごいね。そう。こん水すごいた、すごかったでしょ今。あーすごっ。あ、カインズ、カインズか、あの、なんだろう、他知らない人ってどう言いやいんだ、あれは。カインズは分かる。カインズは分かるか、分かるか、あれ全国規模か。で、これが土曜日です。で、ちょうど先週土曜日のその次の日って選挙やったじゃないですか。はいはいはい、そうでしたね。で、その選挙、俺行ってきたんですよ。おで、選挙行った時に、まあちょうど俺のその選挙会場っていうのが母校なんですわ、小学校で。はい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 。あ、学校に選挙会場になったってことね。そう、学校が選挙会場になってんやけども、はいはいはい、学校行ったら、はい、これもまた写真撮ったんですけど、これまあ、うん、ちょっと知ってる、見たことある人には見たことあるかもしれない、あの写真、あのツイッターにも俺載せたんですわ。はいはいはい。ちょっと待ってね、画像が大きすぎてね、ちょっと今ちょっと小さくしてるよこれ。画像でけえな、でけえな画像。そんなにでかくなくてもいい。どんだけでかいのこれ。すいませんね、今日なんか準備悪くて2人ともちょっとごめんね。ちょっとコンディション悪いんですよ。俺まさかね、まさかね、こんな画像大きいと思わなかったよ。ごめんごめん。そこなんでね。ああ、オッケー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 。はいはいはい。もうじゃあちょっと見せますわ。いきますよ。こうしてドン出ない、出た。はいはいはい。あ、すごいね。これはグランド？そう、母校のグランドが冠水してまして。あ、すごい。そう。集中攻撃、ね。そう、だからもう多分ドブにももう水がはけないっていう。はいはいはい。うん、こんなようなことが実は先週起きまして。でもさ、なんか見た感じどこもさ低い土地やから、なんかそう水溜まってる、溜まりやすそうな地域ではあるような。あそこね、土地高いところなんだよ。あ、そう、これ高い。あそこ高いところなの。あそこがどこか分からんけど。あ、まあ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 、一応ね、土地は高いところなんだよね。ひどいな。まあ完全にやっちまったパターンさこれ。ほうほう。おってことが、豪雨が降りました、ね。そう、豪雨が降りましたという。豪雨が降りましてね。そう、豪雨が降りましたという。なるほど。まあ、そんな集中でしたね。まあ、そんぐらいかな。まあ、あと、俺の職場でコロナが2人出たっていうぐらいですね。あね、うん、今、すごいね。今、すごいね。なんか そっちも。なんかちょっと忘れ去られてる感あるけど、すごい。今猛威振るってるよね。でもなんかどんどんなんか数字がパパパパパーンと上がってったでしょ。もうなんか一気にニュースしやんくなったね。であんまりねえ、コロナの話ね、うん、してないくせに人数えらい増えてるやん言うて。もう飽きてるんやろなみんなな。あーかもしれんな。もうええよな。やっぱあれなんかな、あの元首相死んじゃったから。あーなるほどね。それが一番でかいんやろな。あるね。まあでも何とも言えんね、あれもね。あれもな。まあ、深くな、掘り下げるといっぱいあるんやろうけどな、陰謀とかなんとか。まあ、いろいろな。宗教とか、なんとかね。うん。あの宗教もなんか結構やばそうな宗教やったね。うん、なんかいろいろ言われてるね。宗教とかさ、選挙とかこういう話あんまりよくない、よろしくないから。そう、あんまりよろしくないからな。よろしくないからあれやけど、うん、もうまあ、探れば探るほど闇が深いっちゅうか。そうやね。まあ、かわいそうなのは安倍首相の家族さんたちがかわいそうやなって思うよね。かわいそうやね、あれは。うん、まあ、そこだけ傷んであげたらいいんじゃないかなと思っちゃうけどね、こうマスコミがいろいろ騒いでるけどさ。そう、まあ、一番楽しいのはマスコミやろうな、今な。まあね。金になるというか、うニュース見るからね。ちょっと、そういうところがちょっと汚いなと思うところがあるよね、視聴者としては。ぐらいやからね。うん。ね、
私もいつかビッグになってパパラッチされたいっすね。パパラッチ家のまんまおるで。嫌ちゃう。あ、いいよ別に。あ、いいや。うん、なんだったらあれやから入られそうやけどな。あれだよ、あの部屋クロちゃんみたいに部屋の隅っこに監視カメラのつけられてる可能性ある。もうセキュリティゼロやからな。ゼロゼロ。なんだったら出かけてるとき先してないときあるからな。やば。それはやばい。もうノーセキュリティ、うん、それはあのちゃんとしてもろて。実はね、まあいろいろとね、うん、いろいろあるやろうけどね。ほいで、じゃあユージ殿は一体何かありました？特にはないでねんけど、最近ね、ほう、最近でここ1週間かな、ほうほう、ここ1週間でほう、あの嬉しいことがありまして、ほよよ、まず一つが、ほう、なんか僕の今本配信の方の配信に、ほうほうほう、まああの YouTuber の方がね、ほうほう、あのまあ、競馬配信されてる方なんですけど、おう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 、たまたまなんか僕の配信見かけていただきまして、ほう、なんかまあ、ちょいろいろお話しさせていただいて、なんか仲良くなりさせていただきましてですね、ほうほうほう、でまあその8月に、うん、地球防衛軍6っていうゲームが出るんですよ。ああ出るね。8月の27だか8だかそれぐらいに出るんですけど、そのゲームをみんなで一緒にやろうっていう話になってて、おうおうおうおお、それをねちょっと楽しみに、なんか放送ももしかしたらするかもしれんということで、おお、売名できるんやったらお手伝いします、ね、売名させてくれるみたいなんで。なるほどなるほど。そう、まあこんな配信でもずっと続けてたら、そうやってあの引っかか検索に引っかかって見てくれる人もたくさんいるんだよなっていうのはね、ちょっとつくつく思って、ちょっと継続は力なりやなと思ってちょっと喜んでました、ね、ありがたいことで本当に。ね、もう一個もありまして、およ、僕があの推してるっていうか、まあ推しって言ったらあれやねんけど、まあ、好きな YouTuber さんがいまして、ほう、あのファミーブラザーズっていう YouTuber さんたちなんですけど、はいはい、まあ、あの実写で、まあ、あの兄弟、まあ、5人兄弟っていうのでやってるんですけど、はいはいはい、その YouTuber さんたちが、まあ、ライブ配信をしてたんですよね。ほうで、まあ、僕はあのツイッターではフォローして実はつながってて、はいはいはい、別に喋ったこととか特になかったんですけど、はいはいはい、で昨日か一昨日か、あの生放送生ライブしてる時、僕があの普通にリスナーとしてコメントしたんですよ、はいはいはい、そしたらあのなんと僕の話題に触れていただきましてですね、ほう、で実はね、あの水面下であの僕のこのなんていうかな、この24時間配信365日配信を見てくれてたみたいで、あらあらあら、で、まあ、一回途切れる時もね、途切れる前の配信も見てくれてたみたいで、あ、すごいね。で、まあ、その YouTuber さんも結構大手の YouTuber さんなんですけど、はいはいはい、ファニーブラザーズなんですけど、おすすめなんでみんなチャンネル登録してあげてくださいね。ほいで、ほう、その、ファニーブラザーズさんと、もう一方、三能物語っていうチャンネルやってる YouTuber さんいらっしゃるんですけど、ほう、こうなんかコラボを昔からしたりとか動画上げたりとか仲いいのをしてたんですけど、ほう、なんかその三能さんとファニブラさんでなんか企画してユージの配信をジャックするみたいな企画を立ててくれたらしくて、あらららら、でも俺が途中でパソコン壊れたからちょっとタイミングを逃したらしくて、あ、まあ、でも正解してるっていうのをもう知ってくれてて、はい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 、いつかもしかしたら突に来るかもしれないっていう状況。リア突リアトツ、リアトツっていうか、そのまあ配信情報、ああなるほどなるほど、リスナー引き連れて多分来てくれるみたいな。すげえなそれ。そうっていうのを企画してくれ、ちなみに三能さんは56万人 YouTuber、 えぐチャンネル登録者いますからね。それネタバレしちゃっていいのこんなところで。まあ、いいんですけど、まあ、あの昨日その YouTube でファニブラジオっていうファニブラザーさんがやってるラジオで、はいはいはい、その話してくれて、へすごい感激したというか、いやそれは感激ですわ。もうそれは本当にありがたいことで、まあ、企画はね正直今回このね365日に関しては誰もやっぱ真似できひんし、まあ自信あるっちゅったらなんだけど、結構自分で考えた企画でもあったから、はい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 、そういう評価していただけるのはすごいありがたいな。いや本当ね、うん、ありがたいことですよ。ハッピーで迎えれましたね、この1週間は。いやー、まあ、すごいな。リアルの日常で言うと、普通に今仕事めっちゃ忙しいんで、もうそこはお疲れ様ですっていう。毎日してます。お疲れ様ですわ。そうなんですよ。で、
食べ物もね、あとね、残りね、おスパゲティがなくなりまして。おお、なんかツイッター書いてあったね。塩ラーメンとあとお米だけしか今ない状況ですね。なんかあまりやっぱりこう食が不満中か。で、あんまり食べるのはもうええかな、飲み物飲んでるみたいな感じで、食堂の飯だけで今暮らしてます。もう喉通らんようになっとる。そうなんです、ちょっと喉が通らんくなってきましたね。まずいね。体重も10キロぐらい食べ痩せましたね。おだいぶ痩せたね、うん、だいぶ痩せた。すごいね。まあでもしゃあないねっていう話をしてたら、この間あのリスナーさんがですね、ケンタッキーの10ピースの引き換え券ギフト券を送ってくださった方がいらっしゃって、ほうで、その引き換えをちょっと行きたいなと思ってるんですけど、あの辺りケンタッキーあんの？ケンタッキーね、あのイオンがあるんですけど、近くに。ああ、はい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 。そこの中に。あそこにあるんだ。ちょっとあそこにある。はい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 。もらってこようかなと思って。10ピースやからね、ちょっとやっぱり食べるタイミング決めやんとね。うん、結構量あるからね。いや、10ピースは食えんよ、ケンタッキー。ケンタッキー、昔にどれぐらい食えるかチャレンジしたことあったけど、やっぱ6、7できついな、やっぱ。いや、そんなもんでしょ、やっぱ。油やからね、やっぱり。そうそうそう。そう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 。で、なんかあのリスナーさんからこれももらったんですけど、ほう、なんかレンジでチンするだけでチキンのあえ、なんかチキンのなんかそういうなんていうかな、炒め物とかできるような簡単なクックパッドみたいなやつくれたんですよ。はいはいはい。でそれをなんかケンタッキーと組み合わせてやろうかなって。ああ、いいじゃないいいじゃない。考えてるんで、ちょっとその辺の料理動画でまた出そうかなと思ってます。ああ、いいじゃないいいじゃない。はい、じゃあちょっと食がねちょっと通らんくなってますね。それちょっとやばまずいかもしれんね、今までのあれを見ると。まあいいんじゃないですか。逆に俺が植えていくのを楽しむのもね、配信のあれかもしれんからね。まあそれを楽しんでる人何人かおるのも事実。若干名ね、うん、若干名いらっしゃるので、それと面白いかなと思っております。実際豪語してたんでね。そんな7月ですね。ですね。まあやっぱこう配信してるとこうありがたみを感じることがやっぱたくさんあるんで、うん、まあ、普段生活してたら多分寝て起きて仕事行くだけみたいな生活になるんですけど、うん、まあ、こうやってお話したりとか、まあ、何か物をもらったりとか、うん、結構喜怒哀楽することが結構あるので、楽しくやらせていただいております。まあ3月9日から始めたからもうすぐっていうかもう4ヶ月経つからね。もうそうね、4ヶ月だね。いや、まあ、なんとか生きてますよそれ。生きてんね。それ痩せるよな。すまん。4ヶ月で自分で買い物して飯食ってないもんな。そうよ。そう考えたらな。そう考えるとすごいよね。ここを引っ越してきてからほんまにスーパーマーケット何回行ったって数えれるぐらいしか行ってないからね。うまそうやろな。リスナー様々ですよね。うん。すごい話ですよ、本当。本当にありがたいですよ。うん。まあそんな7月って感じですね。なるへそ、すげえな。でね、なかなか濃いな。トークテーマで言うと、あ、久しぶりに僕パチスロに行ったんですよ。お。まあパチスロっていうのはあのパチンコスロットのスロットなんですけど、お。犬夜叉っていう機種を打ちまして、お、犬夜叉。アニメの犬夜叉。はいはい。で、まあちょっとコアなネタになるんですけど、ポン。今あの6号機っていう機種はあのなんか出玉規制で2400枚しかこうメダルが出ないっていうの決まってたんですけど、そうですね、このまあ最近出た犬夜叉っていうのが 6.5 機っていう機種になるんですけど、はい、2400枚のその規定がなくなって、うん、なんかちょっと3枚数マイナスの分だけ出るんかな、あれ確か、うん、追加として出るよね、確か追加として出るってことで、うん、僕実はフリーズ引きまして、おっと、まあフリーズっていうのはなんか一番でかい当たりなんですけど、パチンコしない人からするとで、それを引っ張って、うん、なかなか引けへんやつなんですけど、うん、4000枚出たんですよ。ほう。でスロット好きにはちょっとたまらないネタなんですけど、もうなんかもうあれっすね、時代来るかもしれんすね、またスロットの時代が。もう 6.5 になったらもう、いや7号機まで行ったらちょっと期待やね。7どうなんだろうね。7まで来るとあれなんじゃないの、メダルレスというかそういうのになってくるじゃないの。メダルレスじゃない、なんつうの、なんかあったでしょ、メダル入れなくていいみたいな、なんかなかったっけ、なんか触らないようにするみたいな、うん、カジノみたいな感じか、うん、なんかなかったっけ。
あれなんかあったような気がするんだけど、なんか パチンコもそうなんでしょ。あ、そうなんや。うん、弾出さん先駆する言うて。それすごいな。うん。それ新時代やな。そう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 。それ初めて聞いたな。うん、なんか前見たね、それ。それ面白そうやな、ラスベガスみたいな、うん、スマートパチスロ。そうなん出るんや。うん、っていうのをなんか前見たんだけど、実際今どこまで進んでんのかまでは、まあ、ああ。うん。いや、それ面白そうやね。ねえ。まあ、一時期火事の話題になったけど、これもどうなんやろうね。どうなんやろうね。まあ、政治と金の話やね、これもね。まあそうやな。政治と金の話になるけど。まあ、ただ、そうなってくると、勝ち盛りできんくなるから。ああね、うん。まあ、スロットっていうのは自分で出したメダルをこう箱に詰める瞬間が楽しいっていうか。そうやね、そこやね。そうそう。それがなくなるとちょっとあれやけどね。そう、俺の大好きな俵積みができんくなる。そう、封入式のやつ、それ。ああ、なるほどな。うん、あ、そんなん出るんや。みたい。まあ言ってしまえばあれよ、ゲーセン仕様になってるパスロみたいな感じってこと。ああ、そう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 、そんな感じ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 。そう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 。まあでもぶっちゃけ楽は楽でいいと思うけどな、慣れたら。だってメダル、まあ詰めるの楽しいけど、うん、結局あれやろ、手汚れたりとかさ。そうやね。面倒っちゃ面倒や。そう。まあ俺らなんかもう病気やからさ、こうメダルを触って入れるっていうのが楽しいっていう謎のさ。そう、謎のね。言うたら性癖みたいなもん、ね、それを性癖に例えるのどうかなっていうのはところなんだけど、関係ないやん、別に関係ないから、あんまりさ、どうでもいいことやんか、うん、せやな。それがなくなるって考えたら楽は楽よね。うーん、まあ店によって手が臭くなることもなくなるしな。そうそうそう、よくあるからな、つばつけてな、その辺なすりつけてる人とかいるからな。実際おるわな、あのツボジジイかな。もう考えただけでもうわーってなるわ。まあ、うん、まあ、そういうなんかね、時代の流れが今来てますねっていう。来てますね。そうですな。まあ、やっぱりこれね、僕もパチンコスロット始めて、まあ僕18の頃かな、今ちょっと危ないこと言いそうなんだけど、うん、俺も言いそうになってるの分かったわ。まあ、あの4号機の時からやってますけど、はい、もう時代が変わって7号機ですからね。そうね、もうあれから18やからもうすぐ19年とか17年ぐらい経ったのかな、うん、そうね、そんなもんじゃない。もうこれパチンコっていう文化はなくならんのかな。ね、ならんだろう。まあ中国とかさ、なくなったやんか。うん、あっちはね、ああいう風な感じにならへんのかな。いや、ならんやろ、だってズブズブやもん、結局警察ともズブズブやからな。で、なんか最近動画で見たんですけど、はいはい、タイかどっかに、ほう、すごいレートが高いパチスロー専門店みたいなのがあるみたいで。あれ、台湾とかじゃないか。台湾か。おう、いや、タイ、なんか、ね、もっと高いよ、タイかな。あ、そうなの。タイか、そう、どこ忘れたけど、台湾じゃないよね。へえ。あって、なんかレートがすごい、レートで100スロー、アホや。100スローと60スローがある、しかも4号機とか打てるっていう、そのあって、動画にしてる人がいたんですけど、あれ結構面白かったっす。えぐ怖っ、カイジやん。100スロー60スローやったらちょっとやってみたいよね、もし金があるんやったらね。カイジ、カイジ。それカイジ沼やね、まさにね。沼よ、あれ1000倍でしょ、確か。1000倍レート、1000倍1000倍。うん、まあ、1000倍まではいかへんけど、100スローっていうのがある。100スローすごいね。まあね、まあ、この話もちょっとタブーなんですけど、うん、まあ、日本にもね、そういう摘発されてる店ありますもんね。あ、まあ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 ね、確かにありますわな。やから、それを合法でやってるらしいですよ。すごいね。ちゃんと交換してお金に変えてくれるらしい。やっぱあっちはカジノも OK やから、そういうのできるんかね。そうそうそう、できるみたい。へぇ。なんかそう考えると日本って結構小さいよね、やっぱり。安心安全な国かもしれんけど、うん、海外はスケールでかいなと思った。で、いや、でかいね、やっぱすごいね。そう、さすが世界。うん、なんかやっぱりもう日本ももうちょっとね、そのインターナショナルとかじゃないけど、そういうふうになんかいい方向にね、政治が進んでくれたらいいかなと思う。誰に対していい方向なのかちょっとわからんところがあるけど。政治力ゼロ。政治社会知識ゼロ。あかんて、もう。社会道徳もゼロ。もう
もうあなたたちは何を言ってるんですかよって全く知りもしない人からのコメントでブワー出てくるわ怖いわそれが一番怖いまあね、まあそんなこんなでね、やっぱこう日本はもうちょっとね、住みやすいっちゃ住みやすいんかもしれんけど、なんかね、いろいろこう変えていかなあかん時期になってんのちゃうかなと思いますけどね。ああ、まあ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 、そういう今の話以外のことでもね。そう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 、うん、多分もう俺らが老後になった頃ってすごい変わってると思うよ。いや全然違うと思うよ。うん、今のな、その頭の固い人たちがお亡くなりになられた後の日本っていうのはなかなか面白いことになってるんじゃないですか。どうなんでしょうな、どうなっとるんやろうな。ちょっとた楽しみではあるところではあるんだけど、不安なところでもある、まあ、まあそういった未来があるってことを考えてやっぱ毎日生きないとダメですね。そうですね、楽しい未来もあるかもしれないっていうね。そうですね、めちゃめちゃいい風にまとめた、うん、いい風にまとまったなじゃあやりますか、いつもの。えやりますか。えって変な声出たわ。3つぐらい今日も練習でやっとくか。やっとか、やっとか、もうだらすぶりじゃよし、さあじゃあ行きますせ、ね、はい、じゃあ誰とく一本のコーナー。はい、誰とく一本のコーナーは、毎回それに対して番犬とユージが、大喜利をかましていくコーナーでございます。いやーこれがいっちゃいえ。いっちゃいえ。まあね、どんな振りでも耐えれるようにあんな、配信者というものはね、いつでも備えとかんでいかんからね。まああなたはね、もう全然もうこうね、頭のキレがちゃうからね、あなたはな。ちょっと持ち上げんといてや。ほんまに。持ち上げて滑るのが一番辛いやから。どういうできそうですか、バンケンさん。まあ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 、いつものフォルダにアクセスしますわ。ありがとうございます。ほんまに。はい、いつものフォルダ見つけました。パソコンの調子はどうなん、バンちゃん。パソコンね、ちょっと待って、パソコンね。パソコンはね、まあさすがだね、やっぱ全然もう CPU 使用率 15% GPU 34% もう全然すっかすかでございます。快適やね。快適ほんと、今までもう 70% とか言ってたのがアホみたい。そう考えると俺の新しく買ったパソコンの365配信の方もなんか大丈夫そうやね。 CPU 今 14% やし。あ、すごいな。全然いける。うん、大丈夫そう。しばらくとりあえず前回の1600時間は超えやんとな。そうやね、もうそこだね。うわね、てかちょ、半年とりあえず持ってほしい。そこやな。12月やろ、半年って。半年12月の12月まで、グエルさんのあれ抜こうと思ったら12月までやらなあかんの俺。もうそういうことになるよな。ちなみに今721時間です。それがすごいね、それだけでもすごいよな。さーて、じゃあどれにしようかな。もう、どれにしようかなっていう前にもう、どれにしたところでも何も考えつかへん画像しかないわ。適当に選んでやっちゃおう。いっか、よし。あげっ。はい。いきますか。ほんなら。はい、では1問目お願いします。お題どうぞ。えい、ドン。なるほどな。あー、はいはい。これどうしよう。これ俺どこで見つけてきたんだ、こんな画像。どこで見つけたこれ。わからん。いつ見つけてきたんだろうな、これ。これな。これな。ちょっとシュールな感じでいこうかな。お、マジか。うん、ほんじゃあユージまで3、2、1、どうぞ。やべえ、ブラックホールに吸い込まれそうだってかわすぜ。俺好きだけどな。いいやろ。俺好きなんだよな。これ今ね、今逃げてるんじゃなくて吸い込まれてるから逃げてる。これもう俺基準でいいよな。いいよ。
俺基準でいいよなこれは。ありがとうございます。うまいやろ、うまいやろ。それ好き。逆や、逆。逆で攻めた。それすごいな。ああ、面白いな。もんじゃどうしようかな。どうしようかな。これ。この格好どういう格好になってるのかわかんねえんだよな。分からんなこれな。うん。まあダンスしてんやろな多分な。ダンスなのそもそも。分かる。どうでしょう。いけそう？じゃあちょっと攻めるか。おお攻めよう。いいですか？じゃあもう攻めるっちゅうかもうぶち当たり覚悟でいきますわ。オーケーです。ぶっ壊れ覚悟で。じゃあバンちゃんの一本まで3219。6億光年からたかたどうもこんにちは。あ俺それ好きかもしれん。一本でいいです。やったぜ。いっぱいだ。いいな、テンション高めに言えたから正解や。言い方うまかったな。久しぶりに言い方うまかったね。よかった。あ、よかった。やった。やった。やっぱそうなのよな。宇宙ネタで引っ張ってこないのわからんよな。そうなんよね。で、やっぱ宇宙だったから、光年だもんな。距離が光年とかになっちゃうからな。確かにな。うん。あ、いいと思う。さあ、って、ほないなら、なんだこれ。ちょっとわけのわからんのあったんでちょっとこれいきますわ。それでいきましょう。これなんだこれ。じゃあ第2問目お願いします。これじゃあいきまーす。はい。なるほどな。なるほどな。情報量多い。なるほどな。なるほど、なるほどね。なるほど。いやどうしようこれ。どっちで攻めようかな。よし、じゃあ俺行ったわ。行ったわっていうか、出てきたわ。やるの。うん、じゃあバンダの一本まで3219。助走したところでわしをはぶるとは許さんぞ貴様。どういうこと。助走したやつをもう行かせんようにするおとんの心情を描いてみた。あ、そっちでやってるってこと？うん。あ、この女の子たちに紛れたかったってこと？そうそう。あ、そういうことね。そういうことでございます。あ、なるほどな。パッと入ってきたら一本やったかもしれないんだ。そう、パッと入らんかったな。パッと入らへんかったな。いやー。変に声出しすぎたな、クソ。あ、よ、それじゃあ友人まで3、2、1、だざ。紹介します。私の姉、実はモグラなんです。モグラだ、モグラ。これ潜ろうとしてるみたいな。これがな。ああ。頭が地面に、あい、もう土の中帰ろうとしてる。もう音んそれ止めようと必死やん。むしろ手伝ってるかどっちかやな。あかん、これ一本じゃないな。もう一個やっていい？やっていい？これやりたかった。行く。ほじゃ、もう一個まで、じゃあ、ゆうじ、3、2、1、どうぞ。私だけ地球力がおかしい。なんて、今、飛んだぞ、音が。え？わあ、私だけ地球の重力がおかしい。
ごめん、そっちやったら俺好き。いや、なやんだよ。そっちやったら俺これだわ。そっちやったら俺は、うん。地球の重力おかしいが。ズバーンなってるかんな。そうそうそう。そっちやったら好きだなこれ。まあまあまあちょっと見せたな。いいな、それ好きだな。それええな。ちょっと行きましょうか。ラスト行きましょうか。ラスト？はい。ラストほいなら。もうそろそろストックなくなってきたな。また集めといてもらわんとな。おお。じゃ最終の一本行きましょうか。よう、こんなん。またすごい画像持ってんな俺。どこで集めてきた？面白画像とかで引っ張ってきた。多分ね。よし、それじゃあ今。じゃあファイナルラウンドよろしくお願いします。ドン。はい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 。はいはいはい。ああ、なるほどな。なるほど。おう。あ、オッケー。おう。オッケー。あよ。じゃあ、ユージまで3、2、1、はい。私は未来から来ましたが、着地に成功しました。ジジイだけやね。もう周りもうまガン無視でジジイだけやね。もう失敗、大失敗だよ。大失敗、大失敗だよ。すごいぞこのズボン。マジで未来から来たわけしてるよ。これ未来に生きてっけどすごいぞこれ。そうそう、未来から車でワープしてきて着地成功しましたって言ってるらしい。一人だけ外出てんや。頑張って出ないやろな。あかんか、滑ったな、これね。おかしいな。どうよっかな。あ、思いついた？思いついたけど言い方の問題もあるからな。整った？どうしようかな。沈黙は素人ない。どうしようかな。あのね、いろいろ今ね、いろいろすっごい頭ねぐるぐる回ってた今。おう。うん。まあ、寝起きやしな。寝起き？うん、眠たいしな。ね。ばあちゃん、これ腕前が問われるの、この画像。これはね、俺の腕前はないということで、じゃあ。行きましょうか。じゃあ、ばあちゃんの一歩まで、3、2、1、9。ばあちゃんの納車3分後の記念写真でございます。それ好きやわ。一歩で。マジか、やった。面白いよ。納車3分後な。納車3分後でございます。あのホンダから納車して3分後でございます。中にバーサーいたらめっちゃおもろいな。これ中にバーサーおる。しかもこれね、今さっきよくよく見たらさ、これ割とね、中にバーサーおんの？あ、いるやん。割とねにこやかないよ。納車3分後。なんか割とねニコニコしてんね。もう免許返上しろ。ほんまや。ただこれバーサーですよ。ほんまにバーサーかこれ。じいさんちゃうかこれ。確かにでもさ、これさ、あの外国会社やからさ、ハンドル、うん、あのあれやもんな、操縦者的にはそのバーサーやもんな。だと思うよこれ。バーサーどうしてさ、どうするじゃん。もうそこまで見てなかった奥まで。まあ人いるやん。そう、ちゃんと奥も人いるんだよね。で、まあ、ここにもおるし、上にもおるしやな。なるほど。あ、もう上に、あ、ドアの裏にも入れるんだ。そう。まや、よう見たらそうやん。遠いからちょっとわからへんかった。そう。
まあ、もうちょっとネタいけたな、じゃあ。案外人多かったっていうね。なるほどな。ばあさん大事故やな。ばあさんすごいよ。納車3分後でございます。ありがとうございました。いや、こんなね、そんなこんなで、一本グランプリね、今後もやっていきますんで、よろしくお願いします。画像集めてこなかんな。はい、今日もね、ちょっとノープラン配信だったんでね、まあ、そろそろ終わろうかなと、40分近く喋ってますんで。そうだ、なんだかんだ、結構、ある程度、なんだかんだ喋ったね、やっぱり。何やかんや企画してなくても、40分、1時間ぐらい喋れるね。そうなんだね。うん、なんだかんだ、まあ、告知的に毎週言ってるんですけど、今歌ってみた動画をですね、あ、そうですね、作る予定になっております。歌はもう完成してるんですけど、はい、動画の方がね、もうすぐイラストレーターの方のイラストが終わるっていうとこまで来てるので、はい、ここから番犬さんがね、ハイプレッシャー動画を作ってくれますんでね、ハイプレッシャーかかってる、楽しみにお待ちいただけたらと思います。あ、もう圧力がきつい。まあ、こと細かくあんなな、あの、なんちゅうかな、PV の卸書いてくれてるからね。本当ですよ。やらんとね。本当にもう、今からでも胸が苦しい。はい。うん、っていう、そんな感じでね、歌ってみた関係も上げていきますし、僕もちょっと TikTok 再開したいところではあるんですけど、ちょっといかんせん最近ネタがなくてですね。まあ、そこだね。ネタ欲しいよな。プラス、そうね。うん、のも料理のネタがないからね、毎回うどんとかね、ラーメンとかでなかなか料理できひんからね、ではいるんですけど、ちょっとそれ以外でね、私人間的にできるネタをちょっとね、はいはい、なんか探してちょっとやろうかなと思ってますんで、おそちらも皆様追っていただけたらと思います。はいはい、そんなこんな、はい、今週も皆様ありがとうございました。はい、ありがとうございました。来週もね、変わらずやると思いますので、またよかったら聞きに来てください。はい、あ、じゃあなんか言いたいこととかある？そうね、言いたいことは、まあ、まあ、いつも言ってることですけども、何か、画像もしくはこれやってほしいって、これなんか画像なんだ、一本グランプリの画像欲しいとか、やってくれっつうのがあったら、こちらの方に、ね、宛先出しておきましょうか。うん、宛先も出ておりますわよ。はい、はい、まあ、なんかね、普通に意見とかね、ご意見とか何でもいいので、何かありましたらすぐ連絡いただけたらと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、そんなことでね、今週も皆様ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週の土曜日、同じ時間9時からお会いいたしましょう。はい、それでは皆さん、さようなら。はい、さようなら。お疲れ様で、お疲れ様で、今言うちゃうかい。さようなら。ピュン。ピュン。